塩崎誠、塩崎誠、塩崎誠、1973年6月29日台、は、熊本県八代市出身の元プロ野球選手、内野手、宇藤美に内コーチ。熊本工業高校では3年時に第73回全国高等学校野球選手権大会に出場し、1回戦で高木大成、添江島幸福とし、 高橋義信らを擁する東院学園高校に敗れた。高校卒業後は東洋大学に進学するも中退、社会人野球の新日鉄広畑を経てのドラフト会議でオリックスブルーウェーブから3位指名を受け入団。は新人ながら100試合出場を記録したが、プロ入り後3年間は打率2割近辺で守備も内野全てを守れる一方で際立って、うまいわけではなく。 なかなかアピールできなかった。は9番遊劇種で開幕スタメン出場を果たし、レギュラーとなった。シーズン終盤には、田口壮に代わって1番も任され、初めて打率、250を超えた。には横浜ベスターズから新藤達也が移籍してきたが、レギュラーを譲らず、1年間遊劇種のレギュラーとして、出場した。初の2桁盗塁に、 高い得点圏打率を記録した。は、極端な打撃不振に陥り、打率は2割を少し超える程度だった。高畑康島コーチの打撃指導などもあったものの、になると、後藤高村の台頭や平野圭一の優先起用に、加え、自らの故障などで、出場機会が減少。は、バットを投手方向に極端に傾ける打撃フォームに、 改造して、簡単に三振せず、出塁率が向上し、6月まで後藤が務めていた、遊撃手のポジションを取り返した。前半戦は、打率4割を維持し、後半戦になると、オリンピックや主力選手の故障などもあり、村松友人と3番4番を打ち、規定打席には届かなかったものの打率、341を記録。得点兼打率は4割を超えた。 チーム事情で頻繁に守備位置が変わり、遊撃手43試合、二塁手17試合、三塁で11試合、指名打者3試合でスタメン出場した。また、球団合併により、ブルーウェーブとして最後の一軍公式戦で4番に座り、ブルーウェーブ最後の4番打者となった。は、球団合併に伴う分配ドラフトにより、オリックスバファローズと契約。 同じ内野手の安倍正宏が加入したため、主に三塁手として、チーム最多の60試合、二塁手14試合、遊撃手23試合を守り、打率、315を記録した。1> は一番二塁手で開幕スタメン出場。主力選手に故障が、相次ぎレギュラーが固定できない中で、チーム最多の打席数を記録し、5年ぶりに規定打席に到達した。 4番と9番以外すべての打順でスタメン出場しパンチ力も発揮した。守備でも2塁手67試合、3塁手43試合、遊撃手38試合と3ポジションを守り、9月18日の対チバロッテマリーンズ戦で通算100試合出場を達成した。同年オフに FA 宣言したがた球団で獲得を希望するチームはなく残留。しかし、 FA 宣言前に、オリックスが打診していた金額より低い年俸7000万円、推定で契約となった。は、コリンズ新監督が残留を想定していなかったことも、あり、一時は同じく FA 残留となった、日高剛と共に、チーム構想から外れ、グレックラロックからに出場機会を奪われた。同年は、ほぼ三類の守備固めとしての出場のみとなり、34試合出場。 打率141、1本類だと自己最低の成績に終わった。和開幕直後は打率4割台を記録するなど好調だったが、すぐに調子を落とし前年同様3類の守備固めに落ち着いた。しかし、シーズン通して一軍に降り、遊撃手のレギュラーである大引き刑事が故障で、戦線離脱した際には穴を埋めた。オフの契約公開の席では、 生え抜きのベテランという立場から、これでチームが強くなったと考えるのは危険。来年再会になる可能性もあるので、自分勝手な行動が出たらすぐに言います。と、若手の指導役を買って出る、胸の発言をした。も、主に守備固め中心での起用だったが、主力が相次いで故障して、戦線離脱したことに伴いスタメン出場機会が増加した。 6月11日の第読売ジャイアンツ戦では2回裏にリッキー・ゴンザレスの開幕連勝とチームの8連敗を阻止する決勝に乱本類打を放ち3年ぶりにヒーローインタビューを受けたその後は山崎浩二の台頭もあって徐々に出場機会が減少し8月14日に2軍に降格した後は1軍に再昇格することなくシーズンを終えた開幕1軍入りを果たすが 結果を残せず7月に二軍降格。同月、岡田明信に来期のコーチ就任を打診され、これを受諾することを決意。9月に現役引退することを表明した。引退試合となる9月28日の日本ハム戦で最小格。8回裏に大打出場し、ダルビッシュ有から偶然安打を放ち優秀の美を飾った。10月12日に、 任意引退選手工事。からは、オリックスの二軍守備総類コーチを務める。2016年10月27日付で、契約の更新が行われない旨が発表され、翌2017年1月1日付で、球団職員として、事業本部リテール営業部コミュニティグループに配属。からは、J スポーツの野球解説者としても活動する。楽しく、ご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。